はい、ですね、ゆきです。この度はですね、東京都に、足立区ですね、に、引っ越したということで、今日ですね、やっとですね、インターネットの開通工事が終わりまして、はい。でですね、まあ、新しく、まあ、ね、東京都民になったわけですが、早速ですがですね、ゴールデンウィークにですね、オフ会をね、開催したいと思っております。のでですね、一応場所がですね、浅草の、ホッピー通りということで、場所はね、以前動画上げましたけど、ホッピー通りね、になりました。ということでね、参加したい方はですね、どしどし、僕の、LINE の方に、登録してもらってですね、そこで、やり取りするという感じで、もうすでに、1名ですね、最初に発案者というか、ね、俺と飲みたいっていう人が、1人いましてですね、その人が、の都合がいいのが、ゴールデンウィーク中に、上京するっていうことなんで、期間だけね、ゴールデンウィーク中だけ、東京に来るということですので、そちらの人に、合わせてですね、どこで飲むかって、その人に聞いたところ、あれですね、その浅草のホッピー通りがいいということですので、そちらで、もう一人すでにね、決まってますんで、誰も来なかった場合は俺とその人で行くということになってます。各自ですね、その他もろもろ、いつになるかとか、今のところまだ決まってないんで、一応ゴールデンウィーク中というだけですね、決まってはいますんでね、そちらの方ですね、ぜひ、酒飲みたいというね、参加したい方は、どしどしね、僕の、下の、詳細の方にね、書いておきましたんで、LINE のね、登録をお願いいたします。それではね、ご視聴ありがとうございました。